皆さんこんにちは。昨日 SAO のゲーム公式チャンネルビーターズカフェっていう YouTube チャンネルで100層実装の最新情報が出たのでちょっと見ていきます。もうようやく100層まで来ましたね。ほんともうすぐです。この動画撮ってる時点では10月29日なんですけど、まあ、11月6日なんで100層実装がもうすぐですね。で珍しく13時に実装予定って感じで、もう本当ね、俺始めた頃最高回数25層だったんですけど、もうあの頃本当に刷新するんじゃないかとかすごい言われてたんですよ。で俺にも何かできることはないかと思ってこういう YouTube とか攻略サイトとか始めたんですけど、本当ね、もうすぐ5周年だし、この100層なんて来ると思わなかったし、当時もうようやくここまで来れたかって感じですね。で100層実装でこの現環境で一番強い武器ですね、このヤシャインテグラルシリーズの3段階目の進化ができるようになります。この100層ボスですね、アンインカーネイトオブザラディウスっていうのは、まあオーディナルスケールでも出てきたんですけど、やはり総力戦になると、まあ、倒せなくても何度でも挑めるやつですね。でこれを倒して、まあ、この最上階層主ですね、その武装石と、まあ、残武石長ってやつ、あの75層のあのスカルリーパーですね、それを倒して手に入れる超コアメタル、あコアメタル超か、それで作れるやつですね、この残武石長ってやつ。これで3段階目の進化で現環境最強の武器になると、ボーナスが良ければ。で100層が来たら終わりっていうわけではなくて、新章に突入します。ここ何なのかよく分かんないんですけど、まあ、ここが次のステージだそうで、まあいろいろ説があるんですけど、56層じゃないかとか、あのホロリアリゼーションのステージに似てるとか、まあいろんな説があるんですけど、俺ちょっと他のゲーム見てないんで分かんないんですけど、まあこういうの100層出た後に来るよって話です。あとはね、 SAOIF の PC 版が出るんですよ。台湾と韓国で、まあ、手始めにやるそうなんですけど、配信エリアは、まあ、順次拡大予定ということで、まあ、最初はこの台湾と韓国でリリースっていう形になるんですけど、まあ、ボタンの割り当てはこういう感じで PC とスマホで同一のアカウントが使えるっていうことで、かなり力入れてる感じがしますね、 SAOIF に。見る感じちょっとやりづらそうな感じはするんですけど、まあ、なんか PC 版のなんかエミュレーターみたいな感じみたいですね、公式の。でまあ100層実装って話また戻るんですけど、 SAO のアニメでは75層で終わっちゃったと思うんですけど、そこでヒースクリフが第100層の攻撃球っていうところで待っているっていう話をしてたんですけど、ここが攻撃球っていうところの景色みたいですね。なんかあのインドのタージマハルみたいな、なんとなくそれっぽい雰囲気をあの思わせるような、なんかすごいですね。あの公式生配信のアーカイブこれ残ってるんで、あのウィークエンド IF って検索すると多分出てくると思うんですよ、 YouTube で。でこれで多分100層の BGM なのかな、なんかわかんないけど、なんか最後にふさわしいようなすごい音楽だったんで、まあ、100層の音楽なのかどうかは知らないんですけど、でまあこういう風に100層のストーリーの会話もねちょっと出てるんで、まあこれまとめたんで、このウィークエンド IF っていうまとめ記事に、まあ後で見てもらえればと思うんですけど、新キャラも登場します。このノッテってやつ、なんか SAO に迷い込んだ少女っていう感じで、なんか勇気みたいな感じなのかな、わかんないけど、あの治療法が確立していない病気を持ってるみたいで、でまあ SAO の世界に入ったんですけど、ま、元の世界に戻りたくないっていうことなんで、おそらくこのノッテっていうキャラクターが100層攻略を邪魔してくるんじゃないかみたいな、なんかそんな気がしますね。でこのラーノってやつも結構不気味な感じなんですけど、何してくるかわかんなそうでちょっと怖いんですけど、なんかノッテの機嫌を伺うような態度を見せる。これまあ CV キャラクターボイスって出てるんですけど、あの公式生配信のこのアーカイブ残ってるやつでも、あの実際のボイス少し出してくれてるんで、まあそれで聞けると思います。あとはね、最後だからキズメルとか出てきたり、このね始まりの街の子供たちとか出てきたり、まあ多分いろいろ階層があるんじゃないかなって、
あ、階層ってあのフロアのことじゃなくて、あの今までの何振り返る方の階層、まあ、とにかくこのボスの仕様が気になりますね。このインカーネイト・オブ・ザ・ラディウス、これさ、このアン・インカーネイト・オブ・ザ・ラディウスってさ、あの3回連続早口で言えるかみたいな公式生配信でやってたんですよ。この画像の左下にこのアシスタントプロデューサーさんだっけ、あのコー AP っていう方いるんですけどこの方なんか早口で言ってとか言われて俺さ、これさ、最新情報をまとめるのに手が忙しいのに、なんでこんな時にそんな面白そうなことすんだよっていやまあ面白いからよかったけど、まあ以上で100層情報を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。引き続き SAOIF をお楽しみください。